プルプル、スラリンメタリンの世界一当たらない取り紙反省会。どうもどうも、スラリンメタリンでございます。2023年12月第2週、中日新聞杯カペラステークス阪神ジュベナルフィリーズの振り返り反省会です。結果がこちら。そして、2023年の通算成績がこちらです。中日新聞杯は本命12着、穴候補9着と惨敗でした。勝った山人3番、3着のピン杯は条件に挙げていた3、4歳馬。前走掲示板外ではなく、オープン特別リセットクラスから行くべきでした。そしてカペラステークスは本命8着と、ここもいいところなしでした。勝った TM 特急は着目していた前走室町ステークス組、そして中山では2勝していた馬、ここはチェックが甘かったところです。2着のチェイスドリームも前走ローテでは同じでしたが、牝馬というところで早馬と切っていた馬でした。こちらを拾えたかどうかは難しいところでしょう。さて、阪神ジュベナルフィリーズ、こちらも本命4着で全敗となりました。アスコリピチェーノとコラソンビートは前走ボバとの混合戦重賞の勝ち馬。前走ローテだけを見ると決して安易に切るところではないのですが、抑え止まりの評価でいましたが、もともとこのローテで来る馬がそもそも希少、ここはもっと評価するべきだったと言えるでしょう。ということで、今週の反省を生かして来週は12月16日開催ターコイズステークスの予想をショートで、12月17日開催朝日杯フューチュリティステークスの予想を動画で、12月15日深夜にお送りしたいと思います。そして水曜日12月13日夜はデータまとめ作業配信を行う予定でいます。それでは来週に向けての運試し、ハイローゲームどちらでしょう。では、また来週。